皆さんこんにちは、アバンティーズのエイジです。スルメです。今日はね、なんとソラチーの YouTuber 偏差値を調べてみたいと思います。どうやって調べるかと言いますと、今ソラチーは外にご飯を食べに行ってまして、その間にこんなセットを作ってみました。部屋のど真ん中に机だけがポチョリと置いてあって、その上に手紙とフォークと箱がポチョリと置いてあります。手紙にはソラチーへ食べてね、箱の中にはなんと大王グソクムシケーキが入っています。見てください、この気持ち悪いですね。これなんですか、これ気持ち悪い。しっかり YouTube 撮ってるよっていうのも分かるようにカメラもセットしてあります。これをソラチーが帰ってきてどうするか、そのリアクションでソラチーの YouTuber 偏差値を調べてみたいと思います。ってことで僕たちはベランダで実況してみましょう。行きましょう。早くしないと帰ってきちゃうぞ。よし、さて試合開始です。おや、どうしたんでしょうか。場内静まり返ってしまいました。気を取り直していきましょう。合わせたのか。さあエンジンがかかってまいりました。これは完全に失敗だ。ここで本命の登場です。さてこれからが本番です。食わないとダメなやつじゃん。これは完全に失敗だ。なんもねえのかい。ミラクルプレーだ。ってことでね、ソラチーさんの YouTube 偏差値はブルーペン40点。もっとだけえだろおい。どう、もう美味しいよ。美味しい？何のケーキ？え、待って！え？え？え？